はいいですか？皆さんこんにちは、週末モデラーのじゅんさんです。長谷川24分の1ランサー EX2000 ターボ1000コラリーの続きなんですが、今回はちょっと番外編的に紛失したパーツの複製の様子をお送りしたいと思います。実は私クリアパーツを1つ紛失してしまいました。この Z1 のパーツです。1つはダッシュボード、あと2つはフロントバンパーに使うのですが、これを1つ紛失してしまい落胆していたところ、 Twitter で模型仲間の皆様から複製のアドバイスをいただきまして、初めてなのですが複製にチャレンジしてみようと思いました。何かの参考になればと思いますので、どうぞご覧ください。100均のお湯で柔らかくなるネット、これで型を取ります。お湯丸くんが有名ですね。これはちょっと名前が違いますが、お湯で柔らかくなる粘土なら OK です。80度以上のお湯に3分くらいつけておくと柔らかくなります。僕は熱湯を使いましたが、温度が多少高くても時短にはならないですね。こんな感じでふにゃふにゃになっています。軽く水気を取って練ってみます。正直型を取るのに練る必要はなかったかと思いますが、粘土と聞いたら練らずにはいられなくて練っちゃいました。練ってるうちに温度が下がってきて少しずつ硬化していきます。急いでパーツの型を取ります。パーツを水平な状態に押し付けるのがポイントだと思いますが、初めてなのでよくわからず割り箸で押し付けてみました。数分で温度は完全に下がって硬化しました。複製元のパーツを取り除いて型が取れているかを確認します。ちょっと押し付けすぎましたかね。型の穴が深いような気がします。初めての作業なので、いくつか試作パターンを作ることにします。今回は粘土の方もある程度平らにしておきました。押さえるのもより面積のあるピンセットの背で水平に押し込みます。あとは薄く伸ばした粘土に押し付けるパターンや、パーツの上下を逆さにして押し付けるパターンなど数パターンを用意しました。透明 UV レジンも100均で購入しました。100均はプラモ資材の宝庫ですよね。何でも手に入る気がします。型に流し込んでいきます。今回の複製パーツはとても小さいので気泡が入る心配はなかったです。UV ライトがあればすぐ固められるらしいのですが、私は持っていないので窓辺の自然光で UV を当てます。この日はあいにくのお天気でしばらく放置しました。はい、しっかり固まりました。なぜ透明レジンを使うのに透明な粘土を選んだのかって話ですよね。粘土を広げるとペリペリっと剥がれていきます。記念すべき試作第1号です。盛大に張りがありますが、真ん中に複製された部分があります。他のも見てみましょう。粘土をきれいに整えて型取りしたやつです。型から外す瞬間気持ちいいですね。こっちの方が形はきれいですね。型を薄くしてみたパターンです。こっちはさらに形がはっきりしてて良さそうですね。多少斜めになっていますが形はグッドです。これはパーツの上下を他のとは逆にして押し込んだパターンですね。台形の形がさっきまでと逆なのが分かります。バンパーとの接点になるダボがしっかり型取りされてます。これはこれでいけそうな気もしますね。これはピンセットの背で押し込んだやつですね。ちょっとレジンが多すぎて台形の根元部分が膨れています。まあ、でもパーツ上部はいい感じですね。ちょっと全面に並べてみましょう。初めてのレジン工作、それぞれの形に個性があります。初号機、初めてにしては悪くないです。分厚めのパターン、こいつが第一候補かな。土台を薄くしたパターン、
ちょっと根元のところが形を失ったかもしれないですね。パーツの底側を型に取ったパターン、押し付け方を変えたパターン、これが第二候補かな。コピー元のオリジナルパーツを並べて選考中。厳正なる審査の結果、これが採用されました。しっかり型が取れてて高さもありますからね。バリを取って綺麗な円になるようにします。大まかなバリはニッパーでバッサリいきます。硬化した UV レジン、サクサク切れますね。でも無理に切ろうとすると割れそうです。慎重に作業しましょう。少しずつ切り取りながら整えていきます。ざっくり整えただけですが、それっぽくなってますね。あとはナイフとサンドペーパーで微調整します。パーツが小さいのでサンディングが大変でした。ピンセットで挟んでサンディングしようとしてましたが、どっか飛んでっちゃうので手で持って削ることにしました。手しか映ってないですね。余計なレジンを削り落として高さもだいぶ合ってきました。サンディングで白く曇ってしまいましたが、かなりの再現度だと思います。フロントバンパーに乗っけて確認します。オリジナルパーツは紛失しないようしっかり保存してあります。これがオリジナルパーツ、これが複製パーツ。フロントバンパーの左右両端に配置します。こんな感じです。画面の左側は複製パーツ、右側がオリジナルです。こっちが複製元オリジナルパーツです。で、こっちが複製パーツ。パッと見わからないレベルじゃないでしょうかね。本組み立ての時はクリアオレンジで塗装しますので、より目立たなくなるのではないかと思います。ご清聴ありがとうございました。